さあ、ということで、引くしかないぞと。2周目、もう、地獄を見る気しかしないけど、2周目引いていくか。いやー、50、いや、俺さ、もう、毎回毎回、こう、フラグ立てて、そのフラグ回収をしてるんだけども、さあ、ワンステップ目 SSR。まあ、さすがに、2回連続50%外すっていうことはないと思うっていうフラグをちょっと、また立てておこうかな。さすがにね。お、いや、待って、これは期待できる。待って待って、ステップ1で終わるんじゃないか。こいやそえ、待って、ガシャの時さ、ボイス入るようになった。出し惜しみをする必要はないって今なんか聞こえたけど、もうちょいボイス大きくしてもいいと思いますよ。まあ、持ってなかったんで、よかったっすね。まあ、次の捜査官。SSR まだ入ってるんでね、グールも入ってるんでね。しゃあ、続き、うわ。ちょっと待ってよ、さ。ポン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 とさ、出る流れは何なん？ジャンって出ないでよ。さあ、ステップに行くか。できるなら、浅いステップで終わらせておきたいんだけど。どうなのかな、そこは。せっ！にゃー！まあ、いいでしょ、これは。飛ばしましょう。さあ、ステップ3。吐き気が。何か込み上げてくるものを感じるんだけど。いいじゃないですか。ちょっと。クリスマスなんだし、俺にクリスマスプレゼントってことで、入る情を聞かせてくれてもいい。でもなんかもう今、売りへ出たのをさ、グールね。売りへ出たのをこう、経験して、もう次のフェスでもいいんじゃないかなって思ってしまうんですよね。月山。さあ、4。4だよね。なるほど。うわー、これはやばい。なるほどね。なるほど、なるほど、なるほど。切り替えていこう。さあ、5ステップ目。あと3ですね。5は1体、フェス券確定と言いつつ、別にピックアップが、割合的には変わんないよね。フェス券1体確定だけど。頼む！ここで終わりたい ここで終わりたい でも、5まで来たら7引くまで、いくまで、ひ、いや、何言ってるかわかんないわ。7まで引くしかないと思うんだよな。石100個で1体フェス券。あれ、フェス券確定だっけ？もう終わりたい、ここで。終わろう。終わろうぜ、ここでよ。来いや！今は指先のように扱うことができる。違う！ 違いすぎる！いや、持ってねえけどよ！違いすぎる！今は指先のように扱うことができる。いや、でも欲しかったよ。俺、3D モデルで、このフェス券のアキラ、新しく出たこのアキラ、めっちゃ 3D モデルいいと思ってるから、まあ欲しかったっちゃ欲しかった。6ステップ目。1体 SR 以上確定って書いてたけど、むしろ SR って必ず出るもんじゃなかったのっていう やばいよ！まずいよ、それは。もう半分諦めてるんだけど。まずいよ。まずいよ、それは。なるほど。終わるか。お、フェス2周回して弾けないってさ、いつ以来、オール以来かな。オール2周目まで外したような気がするんだけど。いやー、渋いぞ。50%？ もう、確率的にはここで当たるはず。確率的にはね。やられた！やられた！もう嫌だ！
助けてくれ、もう嫌だ。あーくそ、なんて青野だけんなよ、マジで熟練度 100% しよう。じゃあくそ、あーもういいっす。もういいよ。わかった、わかりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。まあ、自分で自分のダメなところはわかってて、もう引き下がれない、引き下がれない性格はマジでダメだと思うんですけど、いきます。まあ、もうこれどっちがクリスマスプレゼン、わかんねえなと思って。いいじゃん。さあクリスマスだしさ、ちょっと来てくれよ、入る頼むよ。ステップ1で弾けるんならもうそれで、はい、引き下がろうと思うんでって言ってこないと思うんですけど、おっと捜査官とグールが、あれなんか前回もなんか2枚引きしたような気がするな。俺これ計このフェス何回弾いてんだろう。テレレレレレレーンでさ、ボイス聞かせてよ。これね、行かせませんよ。だからはい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 、入るのボイスって何になるんだろうな。スキルになるのかなと。 50% を3回外すっていうことはさすがにないと思いたい。っていうかもうあれだし、核宝石もうそろそろセールのやつがさ、あんま言いたくない。口に出すと結構心にくるな。自覚するな。やっぱ口に出すことってな、昔音読あ、また2枚引きだ。なんか昔音読とかしてたのは、その、頭で理解しつつ耳からも入れて理解するみたいな。で勉強の時、口に出しながらこの、勉強すると余計頭に入るみたいな。あ、いよ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 い。まずいよ。まずいよ。なるほど。さあ、ステップ5だな。いやー、心が死ぬ。まさか俺入る実装されてない説、俺の端末。なるほどなるほど、3枚来たにもかかわらず全部グールっていうね。なるほど、オロチさん、はい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 、ステップ6。やばい、これ本当にまた 50% じゃん。どうすんだよこれ。もうやった。頼む、マジで本当に頼む頼む。お前回ここであれだからね、グールだったからもうあれだけど、捜査官で頼む頼む、マジでお願い。よし、1枚操作感ある。これだけが救いだ。頼む、グールはちょっとリゼ頼むわ。ここはリゼ、まあ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 、お前 100% で熟練度頼む。わあ、来たー、よっしゃよっしゃー。なのか、高え女だな。高え女だ。ということでね、計210連かな、放送で1周して、でここで2周したから計210連なんですけど、210連で1体はどうなんですかね。まあ確率的には俺はもう確率通りにはいってないんであれなんですけど、まあこんな時もあるさということでね、今回は確実にもう性能はもう俺ほぼもうなんか放送の時ちらっと見たけど全然性能理解してない。ただキラーがいっぱいついてるかなぐらいで、もうステータスも見てないし、もう完全にキャライで引きました。もう性能とかもうほんと1割もなかったです。もう10割キャライで今回は引かせていただきました。はい、
もう引くまで引くつもりだったんで、引くまで引けば、確定なのでは。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。